3歳の時に、養子縁組として施設から川島家に引き取られた川島愛さん。3歳から歌のレッスンを始め、精力的に取り組んでいました。しかし、川島さんが10歳の頃に、父が亡くなり、母も入退院を繰り返していきます。借金をしてまで、音楽活動を続けさせてくれたのはなぜか。一軒家の大きな家から小さなアパートに。3歳から音楽教室に通われたとのこと。歌を始めたきっかけは、何だったのでしょうか。川島さん。人見知りが激しかった私を心配して、母が私を音楽教室に連れて行ったんです。何か、心が開くきっかけになったら、って思ったみたいですね。音楽教室の体験レッスンでは、私が歌を歌うと、いつもの泣き顔からすごく笑顔になったみたいなんです。母が、その時の笑顔が忘れられないって、そこから音楽人生が始まりました。川島さんのお母様が、川島さんの歌にかける情熱もすごかったそうですね。川島さん。私が子供の頃、演歌を歌っていた時期もありましたが、土佐回りって言うんですか。母も一緒に、福岡の中洲の街を回ってくれたこともありました。また、将来は歌の道に進むことを考えていたんです。母とは、小学校低学くらいから、中学校を卒業したら、東京に行って、堀越高校の芸能コースに入ろうと話していましたね。歌のレッスンが順調に進む中、川島さんが10歳の頃、お父様が亡くなってしまったとのこと。川島さんの生活は、どんな影響がありましたか？川島さん。母はもともと病弱ではあったんですけど、父が亡くなって落ち込んだのか。さらに入退院を繰り返すようになりました。父は会社を経営していましたが、母が会社を受け継いだんです。でも、会社の経営もだんだんと悪化してしまって、経済的にもかなり厳しくなっていったのは、子供ながらに感じました。私が3歳で川島家に来た時は、一軒家の大きな家に住んでいたんです。しかし、父が亡くなった後は家を売り払い、いくつか住まいを転々としながら、最終的には小さなアパートで母と二人で暮らすことになりました。家もだんだん小さくなるし、母も弱っていくし。中学時代から28歳まで毎日、カップラーメン生活。お母様が入退院を繰り返す中、川島さんの生活はどうされていましたか？川島さん。私が中学2年生になったあたりから、母はほとんど入院していました。私は兄弟もいませんし、中学生にして一人暮らしに近い感じでしたね。当時は、食生活もひどかったんですよ。今思えば、自炊した方が安いし、健康的だったと思いますが、食事はほぼ毎食カップラーメン。100円でお腹いっぱいになれるし、そもそもカップラーメンは大好きなので、苦痛ではなかったんですけど。デビュー以降はまた別の話だとしても、カップラーメン生活は中学生から28歳くらいまで続きました。中学生の頃は、昼は給食があったけれど、夜は毎日カップラーメンでしたね。まあ、今でも好きなんですけど、わら。美味しいですよね、わら。そういった状況の中でも、音楽は変わらず続けていかれたのでしょうか。川島さん。週2回歌のレッスンは、絶対に行ってました。小さな音楽教室ではあるんですが、定期的に月1、2回、イベントのようなものがあったんです。あとは、土日のどちらかは東京に遠征して、歌のレッスンを受けに行きました。これは、いつもの音楽教室とは別に、母が東京のレッスン制の募集のお知らせを見つけてくれたんです。福岡から東京に毎週通われたのでしょうか。川島さん。中学生の頃、毎週日帰りで、飛行機に乗って東京まで行ってました。交通費も自腹だったし、母は自分の体調が悪い中、借金をしてまで行かせてくれたんですよ。なぜ、そこまでお母様は熱心だったと思いますか？川島さん。やっぱり私が初めて音楽教室で歌った時の笑顔。歌が私の心を解放させてくれた、あの瞬間がずっと焼き付いていたみたいです。あとは、私と母は血のつながりはないですよね。普段は親子でうまくいっていても、どうしてもその事実を思い出してしまう瞬間もあったと思うんです。その時に、私はこの子の母親なんだ、って信じたい。そんな思いもあったのかもしれません。確かに、私と母は血のつながりはありません。でも、血を超えた愛というのでしょうか。それは、深く深く感じていました。
せようね。